てはかなりコミュニティリーダーとして非常にいろんな大会だったり、まあ、優勝歴もさることながらいろんなイベントを開いたりだとか、まあ、そういったところもね、配信もかなりやってられるプレイヤーです。さあ、ミーヤ選手、立ち上がりは、ちょっと特殊な、開幕 TSD からスタートしていきましたが、さあ、ピコニア選手は左側を重点的に立ち上げていきました。これは?さあ、ネクストの8位置を見て3連鎖にして仕上げていった、ピコニア。さあ、ミーヤ選手は、若干 ST 済みのような形で、常に火力を出してくることを選択してきています。さあ、ピコニア、これは右側にちょっと、連鎖の目がない状態で積み上がってしまったので苦しい展開になりそうではあります。さあ、受けた分の攻撃を消すことは左側でできるんですが、その後の形ですね、こう相手の攻撃をいなし続けるというのがこの状況になってしまうとやはり辛い。さあ、ミーヤ選手はまずは最先に1本取っていきました。やはりぷよぷよが 両面でこう連鎖を作り続けることはできないと、左側を使った後は右側の高さを利用して右側で連鎖をする、で右側を使って左側でもう一回連鎖をするっていうような、そういったループをなんとか重ねてテトリス側の猛攻をかいくぐっていくというような展開が非常に重要になってきます。さあ、ミヤ選手が細かく攻撃を送ってきていますが、もう左側の連鎖の準備はできている。さあ、ここはちょっと勇気を持って伸ばしていったピョニア、かなり大きく連鎖をつなげてきました。紫までのつなげ方。さあ、こういった勇気の伸ばしはピコニア選手の持ち味です。さあ、これを雨宮もろに食らってしまった。ピコニアが7連鎖で1本取り返していく。さすがにマージンゼロになるのは無理だ。そうですね。やっぱり開幕の、こう、大連鎖が狙えるっていうようなね、こう、タイミングを見逃さないというのも非常に大事ですね、ぷよぷよ側。さあ、ここは、さあ、やはりピコニア選手1回の大連鎖にかけるようなプレイスタイルに見えます。さあ、受けてネクストにも8違ったので、その分を1回多く積もってから返していく。さあ、5連鎖で返してきた分をアメリア選手は受けられる分を受けてからのティースピンシングル。さあ、細かく成長兼ねて動いていきます。さあ、ピコニア選手受ける構えは十分にはできていますが、さあ、やはり右側がちょっと乱れているのが気になりますね。プレイスタイルとしては左側で一発で仕留めるというような戦い方が重点的になってくるんでしょうか。さあ、右側使って連結2連で整地していく。さあ、この展開は若干雨宮選手リードといったところでしょうか。ピコニア左でまだ3連鎖はまだあるが、さあ、その分全て受け切って雨宮が返していく。こうなった時に苦しい。さあ、2連鎖ダブルギリギリ生み出してはいます。さあ、ですが、雨宮に対するプレッシャーにはなかなかなり得ない。受けられる分か。そうですね。受けられる分を全て受けて、そのまま、耐えている。火力を常に出しているのが雨宮対応。さあ、ピコニア、ここは右側使って3連鎖。若干苦しい展開が続いてはいますが、なんとか、を繋いでいる状況が続きますね。ネクストを見て、しっかり2連鎖ダブルの3連鎖ダブルを見切っていった。さあ、ピコニア、ここは、ちょっと盛り返してきましたね。こうなってくると、ピコニアにかなり分があるように見えてきた。かなり地形のこう整地できている状況がかなり良くなってきているので、こういったところからアミーガ選手が返すのは、相当な火力をね、断続的に送らなければならないのが苦しいところです。さあ、ですが、細かい攻撃が、おっと重要なところに刺さっていく。アメミヤ選手、殿下の宝刀一段のね、こう連続攻撃が、ここは刺さっていきました。さあ、テトリスがね、こう、まとめて火力を送ることもできれば、こういう風にね、一段を何度も送るというようなね、そういった立場にシフトすることもできるので、そこの対処が、こう、ぷよぷよは非常に難しいところになってますね。さあ、開幕は大きく攻撃を送っていくアメミヤ選手ですが、さあ、ピョンヤ右側を使って2連鎖で一旦耐える。さあ、勇気の伸ばしを見せていくか、一段食らってから打つ判断をしていきます。さあ、左側で6連まで繋いでますね。こうなると、アミヤ選手、ティーミノまで行って、ここは耐えられる分は耐えていった。さあ、こうなると、ピコニア選手、ここは2連鎖ダブルでギリギリ耐えてはいるものの、アメリア選手の返しが強すぎる。これやられると無理なんだよな、ぷよ側は。そうですね。ここまでいなされてしまうとやはり苦しいのがぷよぷよ側。
さあ、常に火力を出さなければいけない辛さを背負って3本目。雨宮くん自身もやっぱぷよぷよのプロだけあってね、その連鎖がどこで止まるかも把握しますからね。そうですね、リソースをやっぱりどれぐらい使ってるかとか、まあどういう立ち回りをしたいかっていうところに、うん、まあかなりね重点を置くことができると思うので、まあそこがねアドバンテージになりやすいですよね。ですね。さあ雨宮選手、しかし大見逃がずれてダブルダガーが打てない。さあこうなると苦しいぞ。さあですがレンにつなげていけるか。さあギリギリダブルなど火力を出しつつ、さあ復帰できそうなところまで来ましたね。さあギリギリ耐えていますが、ヒコニア選手の追撃が来る。さあ右左両面を使って3ダブ4連鎖、これが刺される。さあワンミスが命取りになります。ぷよぷよが返していくのはピポニアです。さあ開幕、今回アミヤ選手、おっと TD から行こうとしたが、これはちょっと大きいミスか。さあ手取り指導になっていく。さあピポニア側はこういったところで時間をもらったところをどう生かしていくかですね。さあやはり左重視なイメージがあります。右側ではそこまで連鎖は作らずに、さあ左側の一発でかなり大きめの連鎖を打って返していくというような立ち回り、まあこういったところを重点的に考えていることでしょう。さあ宮選手が打たせる展開、そして右側に若干つながって、これはピポニア奪い、段差を使って7連鎖でつないでいた。さあですがアミーが耐えている。さあちょっと急いで置きミスが出てしまいましたが、ギリギリ耐えた。さあしかしやはりこうなってくるとピポニアペースですね。かなりぷよぷよの量も潤沢に用意できた。そして2連鎖ダブルの3連鎖でとどめを刺していく。3本目を取り返していきます。今の7連めちゃめちゃうまかったですね。うまかったですね。左から右に行くそのお邪魔のね段差ずれを利用して右側の連鎖をつなぐといった技術ですね。やっぱりピポニア選手、日頃から難しいこう連鎖のつなぎなどを見ているので、まあ、そういった技術力の高さがねこう生きているように思います。さあ受けた分は81を使ってそのままストレートに返していくのがピポニア5連鎖。さあ雨宮太陽、ここはちょっと操作にやってないと苦しいか。しかし全部受けていった。全部受けて自分の攻撃をとにかく通すという強い意志。さあこれがかなり功を奏している。ピポニアも想定外の効果力が返ってきて戸惑っている。さあここは緑が引きたいが緑を引けない。さあメミア捨て身の一撃、全て受けて返すというこのねこう勇気の判断で一本取り返していきます。さあやはりここのねこう操作当てるか当てないかという繊細な判断のところがねこうかなり勝敗に直結してくるところですので、非常に注目していきたいところであります。さあピポニア左側の青からスタートする連鎖を構えている状況。さあ右を使って一旦操作に当てる。さあメイヤ選手は地形を攻撃をかなり使ってしまったので、今回は少し貯めなければならないか。さあ急いで火力に仕上げていく。さあ TSD からテトリスで2連で打っていった。そしてピポニア選手はしっかり操作やっててますね。左側の本線は使わずに一旦火力は操作に当てて、そして右側さらに3連鎖で常に自分のアドバンテージは譲らないぞというような立ち回り。そしてここで右側に繋いでいく。青青、しかし青が来ない。ここまで用意していたのに、これがぷよぷよの辛いところです。ああ、ミミヤ5本目を取っていった。ぷよぷよもホールドできたらいいのにな。そうですね。やっぱり必要な色。まあ、ここまでね、こう、思惑通りにできていたにもかかわらず負けてしまうという展開が出てしまうのが、まあ、ぷよぷよの辛いところでもあります。さあ、ボニア選手、かなり早い段階で連鎖を組んでいる。しかし、ちょっと埋まってしまったぞ。青から打ちたい。あのでかいの。間に合うか？おカンパスからギリギリ間に合った。これはかなり大きい。さあ今度はアミミヤが窮地に落ちる。さあ下の紫までつながる。赤入る？おっと赤は入らない。7連鎖止まりですが、アミミヤかなり苦しい状況になっている。さあここからギリギリ耐えてはいきたいですが、ピポニア右側のね上部の高さを生かしてぺよぺのツモを回していきます。さあ上部で3連鎖で返していく。さあそうなるとさらに攻撃が来る。アメミはかなり苦しい。地形が整っていないのに攻撃を受けることになる。
ですが、ギリギリで投げますね。さすがこの上部であれば、自分のフィールドだと言わんばかりの立ち回りです。さあ、ピクニア。さあ、次の追い打ちがなかなか打てない。お互いにミスったな。そうですね。ちょっとここ焦りも見えているところでしょうか。さあ、削りながら。さあ、ピクニア2連装ダブルを見て、受けられる量だけ受けていく。さあ、ここは、雨宮太陽を見ながら、連で返していきます。さあ、対、一種戦において、連は少し怖いところでありますが、さあ、ピクニア、しっかり連の終わり際を見て、3連鎖で返していく。さあ、火力効率が、連で少し、劣ってしまった部分が、を引くか。雨宮太陽、しかしまだ耐えている。ピクニア中央からの目をまだ残しているので、どこからでも発火できそうな形を構えている。さあ、1連鎖ダブルからの2連鎖ダブル。4、おー、ここは止まっている。ここは、オニアが返していきました。大勝利。かなりね、こう、L 字や縦さんが多い難しい形を対応してきます、ピポニア選手。こう、乱戦になってきた時のね、連鎖の発見の仕方も非常に、ユニークですよね。さあ、ミミア選手は、ここは追いつかれたくないところ、パーフェクトクリアから、まずはプレッシャーを与えていく。さあ、ピポニア、ここはちょっと勇気を出しに伸ばしにはいけない。安定を取って、まずは5連鎖をスタート。さあ、ミミア選手、受けられる分は全て受けて、そこから畳みかけていきたい。相手に時間の猶予を与えたくないという立ち回りです。さあ、勝負で、ミミア選手が3連鎖。さあ、ですが少し、こうジャンプ用で、こう、色ぷよが分断されてるのが気になりますね。そのまま連鎖で繋がるような形にあまり見えないです。うまいな、この送り方。いやー、細かい刻み方。これが雨宮選手の戦術眼。さあ、素晴らしい。こういった、相手が嫌なタイミングでしっかり送りつけるという、そういった状況判断で、ここまで生き残ってきました、雨宮太陽。ですが、ピポニア、うますぎる！うま！うま！これうま！めっちゃうまい、今の。今のすべて利用して6連鎖つないでいた。マジ？今の。これが、ポニアの技術力なのか。いや、今のうますぎでしょ。いや、素晴らしいですね。これはちょっと予想外でした。さあ、そして、雨宮選手、ギリギリ耐えてはいますが、少し苦しい展開になってきた。さあ、ポニア、この6連鎖でもまだ仕留められていないので、次の手をこうしなければいけないんですが、いやー、赤の目が埋められてしまうと、この6連鎖を打っても勝てないのか。黄色で単発を打って、なんとか延命しますが、雨宮太陽はもう分かっている。こっからは1ライン消しをすればいいと。さあ、その判断は正しい。6本目を取ってリーチをかける。いやいや、今のピポニア君の6連鎖、今までの多分全国大会も合わせて、両側の連鎖で一番うまかったと思います。そうですね。ちょっとかなり度肝抜かれるような連鎖ではあったんですが、狙ってますよ ね。そう、こういった、こう、ちょっとね、予想外の連鎖に全く動じてなかったのがね、やっぱり勝因だったんでしょうね、今のは。さあ、こういった連鎖を打ってくることも想定内であるレベル帯だと。まあそういったところが、読みとしての覚悟、強さ。まあそういったところを見せていきました。雨宮太陽さん、ここは5連鎖を受け切って、さあ返していく展開。さあ、ピポニアは、右左両面からの2連鎖ダブルで、さあ、ちょっとした奇襲にはなりましたが、さあ、雨宮太陽なんとか耐えている。さあ、そしてまだ、掘り切ることもできる状況。そして、まとめ打ちに向かっています。雨宮太陽、これはどこまで繋ぐんだ？かなり繋がるぞ！これ全部繋がるか！先にこれ、ぷよが打ったらやばいぞ。やばい！ああ、全部受けて12連までいってる！一種戦でこんなに連になることがあるのか？これはどうしようもない。アーミーが体を見せていきました。1回戦勝ち上がりです。強っ。